今日はストーンズの松村北斗についてジャーニーさんが話すみたい。私はスリランカに行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ。ちょっとユウたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。ジャニーズの対処問題が日に日に深刻になってきたわね。なんでこんなことになったのかな。少し悲しくもあるよね。本当に。で、今日はどんな内容なの？残念ながら今日も対処報告をしなくちゃいけないわ。今度は誰？誰が対処してしまうの？僕、ジャニーズに戻ろうか？落ち着きなさいよ。いかなる時でも冷静さが必要よ。ごめん。で、誰が対処するの？松村北斗よ。ストーンズの？これもかなりビッグニュースだよ。もともとあの子は長く続ける気がなかったみたいなんだけどね。朝ドラにも出ていたのに。朝ドラは楽しくできたみたいなんだけど、体を鍛えることがあまり好きじゃなかったの。そっか。退所の理由は何なの？筋肉痛に耐えられなかったの。一体何があったの？詳しく教えて。松村は先月通い始めたばかりのスポーツジムを退所することを決めたんだよ。ジャニーズを辞めるんじゃないの？え？そんなこと一言も言ってないわ。辞めるのはジムよ、ジム。話の流れがおかしいよ、ジジイ。